イサベルデ・ポルトガル、または、イサベルデ・アビスイ・ブラガンサは、カスティー・デアレオン・オー・フアン2世の2番目の王妃。女王イサベル1世の母。父は、ポルトガル王・ジョアン1世と、王妃、フィリパの息子で、ドゥアルテ1世やエンリケ公会王子の弟である、ジョアン王子。母は、初代ブラガンサ公アホンソ1世の娘で、ジョアンの名にあたるイザベルデ・バルセロス。妹ベアトリスは、 ジョアン二世の王妃レオノールとマヌエル一世王の母である。祖母フィリパは、フアン二世の母、カタリナのイボアネにあたる。1447年、最初の王妃マリアでアラゴンと2年前に死別した、フアン二世と結婚した。二人の間には一男一女が生まれた。フアン二世には、先災マリアとの間に、イサベルより年長の息子エンリケがいて、 フアン2世が1454年に死去するとエンリケ4世として不足意した。エンリケはイサベルとその子供たちを追放した。娘、イサベルのカスティーリャ上在位中の1496年に死去した。ありがとうございます。